はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、今年巨人に入った新人選手、まあ、全ての選手がですね、大卒以上というところで即戦力ドラフトだなんていうふうに言われてましたけども、果たしてそのまあ支配下のね、5選手がですね、まあ一体、まあ今シーズン終盤になってきましたけども、どういった成績を出して本当に即戦力というだけのね、成績を出せてるのかどうかなっていうところをちょっとね、見ていきたいなというふうに思っております。はい、これはね、皆さんがね、ちょっと、大好きな忖度なしシリーズというところでちょっとやらせていただきたいというふうに思っておりまして、非常にね、結構僕が忖度なしで、言いますみたいな動画って結構伸びたりするんで、ちょっとね、こういう忖度なしシリーズというか、正直に言っちゃうよシリーズみたいなところは、ちょっとね、これからも続けていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあね、はい、5選手ね、支配下5選手、西立、森田、佐々木、伊豆口、又木というふうに今いるんですけど、まあはっきり言うと、まあ結論から言うと、まあ西立以外はあんまやなっていう感じは正直ありますと。はい。はい、じゃあちょっと行きましょうか。はい、じゃあどっちから行った方がいいですかね。1位、西立の方から行くか、5位の又木の方から行くか、どっちの方がいいですかね。まあこういった感じはですね、下から行った方が面白いのかなっていうふうに思うので、ちょっと又木、ドラフト5位の又木からちょっと評価していきたいなというふうに思ってます。はい、又木投手ね、はい、日本生命から来ました、まあ左ピッチャーというところです。はい、で、ちょっと初め成績見ていきたいんですけど、1軍で3試合投げております。防御率が 6.10。で、すべて3、先発ね。全部先発。3試合とも全部先発しておりまして、0勝1敗、ウィップが 2.03 というふうになってます。はい。で、2軍での成績はですね、16試合、防御率が 2.81、2勝3敗、ウィップに関しては 1.23 というふうになってます。はい。で、ちょっと又木投手をね、振り返っていきたいんですけど、又木投手ね、僕、もともとドラフト前、めちゃくちゃいいピッチャーだと思ってました。というのも、ストレートの、球速ね、もうそうですけども、フォームのゆったりした感じと、その球速が見合ってないというか、いい意味ですごくギャップがあるなというふうに思ったんで、で、めっちゃいいピッチャーやなと思いました。加えてですね、コントロールも非常に、大学時代じゃなくて、社会人時代良かったんで、あ、これ、ドラフト5位でよう取れたなっていうふうに思ったんですね。で、実際、プロ入ってきました。で、はじめオープン戦とか、登板してて見てて、あ、やっぱりいいピッチャーやなっていうふうに思ってたんですね。で、シーズン入りました。で、そっから、まあ、先発をしたりとか、しましたね。で、コントロール悪いなって思ったんですよね。そもそも。プロでのコントロール悪いって、ストライクは取れるけど、例えばね、四隅というか、狙ったところに投げきれないとかっていうのをコントロール悪いって言ったりするんですけど、その、又木投手の場合は、そもそもストライク入んねやなっていうふうに思ったんですね。まあ、いろいろコンディションであったりとか、まあ、球場がね、違ったりとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、結構コントロール悪いなっていうふうに思ったんですね。うん、プロでのコントロールじゃないなって、プロ野球選手のコントロールじゃないなっていうふうに思ったんですね。じゃあなんでなんだろうって思ったんですね。あんだけ社会人時代良かったのにって。で、この間の中日戦ですかね、また先発して、狭間でね、ローテの狭間でこう、またきがポンって入って、中日戦で、登板したと思うんですけど、確かに2本ホームラン打たれて、ノックアウトやったと思うんですね。確か、4失点5失点ぐらいして中日戦でバンテリーになったと思うんですけど、で、あれも結局ストライク取らなあかんと思って取りに行くじゃないですか。で、球速も落ちてるでしょ。で、腕も触れてないでしょ。で、パコーンとホームラン打たれるっていう、まあ、中日も打線ね、めちゃくちゃいいかって言われたらそうじゃないじゃないですか。うん、なんだけど、その打線にまあかもられて、まあ、KO っていうところで、ちょっとね、僕が思ってた又木投手と違うというか、まあ来年以降ね、飛躍してくれるのかもしれないですけども、でも、感じだと、ちょっときついなというか、僕が監督だったら使わねえなって。うん、あれきついなって。まあ、1年目でね、まあ、いろいろわかるんだけども、社会人から来て、やっぱストライク取るのに苦労するのってちょっとしんどいなっていうところは、正直あるかなというふうに思ってるし、まあ、まあね、ポテンシャルとかいいもんは持ってると思うんで、
そこはね、来季以降ね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。あんますね。評価としては、まあ、あんますね。うん、100点中で言ったら、1年目で、例えば、新人を取ったら、まあ、例えば100点だとするじゃないですか。例えばね。うん、だったら、まあ、30点とかじゃないですか。40点ぐらいじゃないですか。30点、40点ぐらいでしょ。うん。はい。で、次、4位の出口選手いきます。はい。辛口というか、僕の本音を言います。はい。まず成績見ていきます。1軍で、64試合、打率2割5厘、1ホームラン、9打点、OPS558 となってます。で、2軍で15試合、打率3割3分3厘、0ホームラン、7打点、OPS が803というふうになってます。はい。出口選手はですね、僕はまあバッティングでまあちょっと苦労するんじゃないかなって多分ね、前の動画でも言ってたと思うんですよ。以前の動画でもね。でまあ実際僕の予想通りですね、まあバッティングでちょっと苦労してるなっていう感じはあります。で、守備はまあ、比較的ね、堅実というか、まあポテンシャルお化けっていう感じではないんですけど、まあ堅実に、自分のところに打球来たやつは無難に処理しますよっていうタイプね。うん。まあ全然いいと思うんですね。まあ門脇選手とはちょっと守備のタイプは違うかなっていう感じ。うん。で、まあバッティングに関して言うと、まあそのたまにね、僕もたまにこうちょっと批判したことありますけども、野球知らんなみたいなところって結構あったりするんですよ。うん。まあもうこれね別に、掘り返すわけではないんですけど、なんでここでこの球狙わへんねんとか、なんでこのここでバット振りに行かへんねんとか、うん。なんかそういったところちょいちょいあったんでね、阿部監督の苦言もありましたけど。ちょっと野球知らんちゃうかなって。まあ、その、大阪桐蔭から、まあ、青山学院行って、NTT 西日本ですか、うん、まあ、いわゆるアマチュアで言ったら、野球エリートというふうなところ、行ってますけど、なんかちょっとなんかあれなんちゃうかなって、微妙なんちゃうかな、その、野球の的に微妙なんちゃうかな、みたいなところに思うことも、多少ありました。うん、ただ、まあ、その、門脇選手が不調で、誰行くねんみたいな時に、まあ、出口選手がいてくれてよかったなというふうに思いますし、まあ、ちょっときついこと言うようだと、まあ、門脇選手が普通に調子良かったら、良かったらとか、普通にやってたら、多分、出口選手の出番ってあんまなかったと思うんですね、正直。うん。だから、まあ、その、門脇選手が、まあ、レギュラーというふうに言われてて、まあ、実際あんまり良くなくて、まあ、出口選手っていう感じの、選択だったんで、まあ、その、奪い取ったとか、力で、みたいな感じではなくて、まあ、その、仕方ねえよね、みたいな感じで、まあ、試合に出てたんで、まあ、それでもね、180打席ぐらいかな ?190、まあ、200弱ぐらい、まあ、1軍で打席立てたんで、まあ、いい経験になったのかな、というふうに思うし、まあ来年以降ね、結構、まあショート、宗山選手とかね、まあいい選手いますけども、まあそれ取るのか取らないのかとかいろいろお話というか、ありますけど、まあ実際、まあ来年以降ね、結構厳しいんちゃうかなって、意外と厳しくなってくるんちゃうかなっていうふうに思うし、まあそこはね、前も言いましたけども、社会人卒の、まあ選手なんで、まあ早く結果出さないと、まあみんなクビになっちゃうよっていうところがあるんで、まあそれも出口選手も、まあ、当てはまってくるんちゃうかな、というふうに思います。はい。で、次行きます。3位の、佐々木選手行きます。はい。成績見ていきます。まず1軍で57試合、打率2割2分5厘、0ホームラン、5打点、OPS546 となってます。で、2軍で、39試合、打率3割3分、1ホームラン、12打点、OPS が808というふうになってます。まあ、この成績から見てもね、やっぱり2軍いたら打つんですよ。うん。さっきの出口選手とかもそうですけど、まあ、出口選手は15試合でちょっと少ないですけども、大体、まあ、1.5 軍の選手なんかなっていう感じありますと。どういうことかっていうと、2軍で成績出すんだけど、1軍上がったらなかなか成績出せないみたいな感じのタイプかなと思います。まあ、実際今年、レギュラーでというか、開幕センターかなっていうところで出てましたし、すごい期待がある選手だと思うんですよ。だけども、やっぱりこう、まあ、初めの勢いはやっぱり続かなかったっていうのはありますし、まあそこはすごく難しいところだと思うんですけど、まあ、今ね、代打で結構出場してたりとかしますけども、まあ大体同じような三振をね、してたりとかするんで、まあ一打席でね、打つのは難しいっちゃ難しいんですけど、なんとかしてほしいなと思うし、まあ足が速いんで、なんとかショートゴロで打ってたら、3本、4本に1本ぐらいはヒット出るんちゃうかって内野安打ね、思うんで、
もうそれはしっかりやってほしいな、しっかりやってほしいというか、まずバットに当ててほしいなと思うし、それ難しいんだけども、でもそれをやっていかないといけないし、正直ね。で、低めの変化球とか結構振ってしまうから、ゾーン上げるなり、球を引きつけて逆方向にゴロを打つ技術を身につけたりとか、うん。そういう、まあ、もちろんね、長打を打てるだけの力もあると思うんで、そこは伸ばしていってほしいんですけど、ここぞっていう場面で、例えばこうランナー2、3塁でとりあえずバット当ててくれ佐々木っていう風なところでバット当てられないとかね、そういうのってこれから何度でも場面としてあると思うんで、そこはしっかりこう習得していくというか、バッティングスタイルを変えてでもね、とりあえずバットに当てなければいけない場面であったりとか、そういったところあるんで、足速いですから、まあそういったところはすごくもったいないなっていう風に思います。はい。まあ、来季以降ですよね。頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい。で、次2位の森田選手。はい。この選手は、まあ、怪我しちゃったんでね、まあ、あんまり何とも言えないと。まあ、怪我するのが一番悪いと、正直ね。で、まあ、この5人の中でも一番ベテランというか、一番年いってるんで、まあ、すごく期待してたんですよ。この間の船場さんの投手が、まあ、結構いい感じでね、オールドルーキーとか言われながら活躍してるんで、すごく期待したんですけど、まあ、肘のクリーニングかなっていうのがあって、まあ、この間復帰したんですけど、8月17日に、母校のね、法政大学戦で、まあ、復帰したんですけど、まあ、実際僕も映像を見ましたけども、まあ、その、まだちょっとわかんないと。もう最速146とか7とか150弱ぐらいだと思うんですけど、まだわかんないんで、1軍でピッチングもしてないし、その2軍でもね、試合投げてないんで、まだわからないですけど、まあ、比較的まとまってるなっていうピッチャーだと思います。まあ、この投手に関してはちょっともうちょいね、動画見たりとか、その成績を、2軍での成績がどれぐらいかみたいなところを見てからちょっと判断したいなと思うんですけど、まあ、圧倒する感じではないかなっていう感じは正直してます。うん、バッターをもうバッタバッタ取って、森田ハマったらマジで完封するなみたいな。うん、ほんま、今で言ったら、まあ、グリフィンとかいたじゃないですか。グリフィンがこう、ハマった時も、全然相手、寄せ付けないみたいな感じのピッチングするじゃないですか。ああいう感じは今のところないなっていうところはあるんで、まあ、ここからね、まだもうちょいね、いろいろ詳しく見てって評価していきたいなというふうに思ってます。で、最後、西舘投手いきましょうか。はい、西舘投手成績見ていくと、まあ、1軍で27試合、防御率が 4.23、まあ、1回先発しておりまして、1勝3敗、19ホールド、奪三振率 6.18、で、ウィップが 1.27、ってなってます。で、2軍で7試合投げてまして、防御率が 1.63。で、6先発、1勝0敗。奪三振が 12.69。すごいな、これ。うん。で、ウィップが 1.01 というふうになってます。はい、まあ、西田投手も、まあ、元々中継ぎで初めやってて、で、まあ、狭間というか、ちょっと先発足りんなみたいな話になって、まあ、先発になって、で、この間中日戦かな。投げたんだけども、まあ、5回4失点で、ダメだったっていうところでした。はい。で、まあ、いきなりね、まあ、先発やれって、中継ぎでやってて、やれって言われたら、まあ、ちょっと難しいんで、まあ、いろいろね、あると思うんで、まあ、あんまりそんな批判はしないでおこうかなと思うんですけど、まあ、やはり、まあ、難しいなっていう、特に左バッターに対しての被打率があまりにも高いっていうところがあって、これ見ていくとね、右に1割8分4厘なんですよ。被打率ね。で、左に 2割5分5厘あるんですね。結構左に打たれてるなっていう感じあって、その原因なんですけど、まあ、結局、落ち球とか、逃げていくボールが結構ないからなんじゃないかなと思ってて、どっちかというと、西田投手って、まあ、スライダーとかカットボールが結構得意なピッチャーなんで、右バッターに関しては、外に逃げるボールなんで、結構バッターからしたら厄介だと思うんですけど、落ちるボールとかがあんまり得意じゃないなっていうところがあるんで、左バッターからしたら、まあ、インサイドを待っといたら、なんとか来るやろ、なんとかなるやろ、みたいな。で、外はまっすぐしかねえやん、みたいな感じになってるんで、だから、なかなかね、打ち取れないんじゃないかなというのを思うので、まあ、ちょいちょいフォークみたいな投げてます、スプリットかなんか投げてますけど、まあ、そこの精度も、まあ、自分が投げてるカットボールであったりとか、ストレートの、優先度というか、自分の自信の持ち方も全然違うと思うんで、そこを来季以降ね、まあ、先発やるのか、まあ、その中継ぎやるのか分かんないですけど、その落ち球っていうところを、まあ、ある程度やっぱ自信持って、まあ、カットボールぐらいと同じぐらいの自信で投げれるというか、優先度で投げれるようになっていかないと、まあ、リリーフだったらまだ1イニングで、まあ、ストレートどんどんどん、カットボールどんどんどんいっといたらいけるんですけど、やっぱ先発やるってなると、やっぱ変化球、特に落ち球もそうだし、緩急つけるようなボールとかも、まあ、ある程度必要だと思うんで、
だからそこはちょっと西谷投手の課題だと思うし、まあ、ここからだと思うんですけど、うん、まあそこはね、頑張ってもらいたいなというふうに。まあコントロールもね、めちゃくちゃは、いいかって言われたらめちゃくちゃ良くないんだけど、うん、まあ普通にある程度はまあ投げれるなっていうところあるんで、そこはね、まあこの5人だったらまあ一番ね、しっかりやってくれてると思うし、さすがドラ1だなというふうなところあるんで、まあ、ちょっとね、不遇というか、まあ、いきなり中継ぎから先発行ってくれみたいなところがあって、ちょっと本人も戸惑ったところあるかもしれないですけども、まあ、その僕が言ったように、ね、落ち玉というところを特に、まあ、重点的にね、これから課題としてね、やっていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、即戦力の5人の選手を、まあ、忖度なしで、ちょっと評価していきました。はい、まあ、皆さんどう思ったかわかんないですけど、僕はね、結構、まあ、その、早、活躍せんかったらほんまクビなんでっていうタイプの意見なんで、まあ、そうじゃないっていう風に言う人もいるかもしれないですけども、実際ね、あんまりそんなうかうかしてられないんですね、どの選手もそうですけど、なんて高卒で入ったから、まあ、じっくりとか言ってるやつって僕あんまりね、成功したやつ見たことないんですよね、だから高卒で入ったとしてももうほんま1年目2年目でもう一軍の試合出たんでっていう風に思っとかないと、その思ってるのとその実際のスピードは違いますよ。違いますけども、本当にでもそれぐらいで、もう、なんていうの、危機迫るような形でやっていかないと、それでやってちょうど、例えば2年目、3年目に出た、出てきたな、みたいな感じなんで、だから、3年使って、例えば、じっかり土台をとか言ってるやつ、全然ダメです。はっきり言って。うん、だから、毎日が本当に最後の日やと思って、もうこれ現役最後の日やって思ってやるぐらいじゃないと、それぐらいの成長度は見込めないなっていうふうに思うので、まあ、彼らはね、もう即戦力って言われてて、この感じなんで、だから本当に焦った方がいいなというふうに思うし、僕はね、もうすぐクビになりましたけども、でも実際クビになった人間から思うと本当にそうだと思うので、うん、そこはね、皆さんもね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日はおります。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおります。じゃあね、バイバイ。Thank you.